ーターカップです。これから阪神甲子園駅からリムジンバスで伊丹空港へ向かいます。お待たせいたしました。本日も阪神空港リムジンバスをご利用くださいましてありがとうございます。これから全日空で沖縄那覇に向かいます。昨年の6月27日飛行機 YouTuber の小野田さんのファンミーティングで全日空と日本航空どちらの上級会員になった方がいいですかとお尋ねしたところ、難しい問題だとしながらも小野田さんとしては全日空の方がいいですよという回答を得ましたので、いわゆる修行チャレンジしようと思っていたわけですが、この中でなかなかタイミングがつかめず今日になってしまった次第です。乗り降りの際はお足元にご注意ください。伊丹空港がリニューアルされたのが2020年8月で、すぐに空港で醸造しているワインを飲みに行ったことがあるんですが、制限エリア内に入るのは今回が初めて、お土産屋以外に食事が取れるコーナーがあるのはとても便利ですね。上の方は手をつないでお乗りください。今回登場した機材はボーイング767、モニターがついた国際専用が採用されていました。
縄では西岸島と呼ばれる中国発祥の魔除けの石碑が突き当たりまで置かれています。今回の宿泊先はダブルトリーバイヒルトン那覇首里城です。こちらは昨年ヒルトンステータスマッチで3連泊して気に入ったホテルです。こんにちは。早いものメンバー様の特典で11時から2時まではお城でウェルカムドリンクがお召し上がりいただけて、2時から6時の間はハッピーアワー飲み放題の時間になりますので、今行けます？今大丈夫ですよ。ギリギリ、はい、ありがとうございました。残念ながらアルコールは提供できませんということで、ビアはビールを楽しみにしたいんですけどね、クッキーはいただきます。ビールを求めにステーキハウス88ジュニアマカヒ店へ向かいました。はい、ありがとうございます。これしますね。はい、じゃあ右の方の席がください。はい、ステーキという。はい、何グラムですか？200グラム。200グラム。はい、で、加減といたしますか？ミディアム。ミディアムで。はい、以上でいいですかね。はい、はい、スープサラダ、ライスマイからご準備どうぞ。ビールはダメですね。ビールダメです。
ちらもアルコールの提供が中止されており、結局コンビニでビールを調達した次第です。